東京のスタジオビビットから生放送でお送りしています「よよパイレーツチューズデイミュージックマガジン」今夜は「パチパチナイト」のコーナーに松下優也さんをお迎えしてお送りしています引き続きよろしくお願いします。いよろししくお願いします田さんもということでそれではですね配信リリースされた3枚目のアルバム「うん、ミュージックオーバードーズ」について迫っていこうと思うんですけれども、はいうん、先ほどね1曲聴いていただきましたが、はい、今回のアルバムっていうのは今年の7月に。 松下さん自身が立ち上げたレーベルジャパニーズドリームレコーズと、はいえー、去年の10月にアメリカより凱旋ラインにしたチュンコアジャパンがタッグを組んでリリースされたということなんですけれどもこれはでもご自身でレーベルをまず立ち上げるっていうこと自体がすすごいことですよねままあまあ僕だけのもちろん近いじゃないし、うん、まあ事務所僕の事務所のねまあそういうもちろん支えがあっててかそこでやってるものなんであれなんですけども、はい、まあ このジャパニーズドリームレコーズっていうのも、自分が名前を考えて、うん、あのー。まあ、なんかね、夢があっていいですよね。いや、本当にね、新田さん、いかがですか。いや、えっ、ー、とですね。まあ、このね、ミュージックオーバードーズって言葉通り、はい、その。まあ、多分ね、あの、ゆうやから、こう、語ってもらった方がいいんでしょうけど。やっぱオーバードーズって、オーバードーズって、やっぱね、過剰摂取っていうところで。で、ミュージックって、音楽を、まあ、ね、<laughs> はい、過剰に取る、まあ、音楽付けになってるっていう、はい。 そそのの現れでそのやっぱりさっきね舞台の話になってましたけどただやっぱり核にあるものはやっぱりミュージシャンであって音楽であってで,、ねはい、でこういうね音でありっていうところで今回そのね作詞も作曲も、うんねはい、ほぼほぼ積極的に参加されてで、えー、まあ全曲にね自分も制作に、はいね、携わってるてことなんで、はいはい、これ今までとねやっぱり。 作り方も違うし,作り方も違うし自分のねどうしても、うん、そ,うそれがやっぱね一曲目からやっぱりこうズドーンで、ね、このやってねクラミュージック系のこうところから入ってで,、ね、でこう松下優也のちょっと王道も入って、うん、で最後にまたこう突き抜けていく感じっていうのは、うん、やっぱ今までの優也の,そのアルバムにはなかった自由う、ね、まあこれ、ねうん、言い方いい意味で捉えてほしいんですけどやっぱ自由度だったりとか、うん、あと今やりたいことだったりとか。 やっぱその辺がねすごいあのより際立って出てるアルバムなんで、うん、あのやっぱずっと松下優也の音源聞いてきた人間としては、うん、やっぱこう一個のチャレンジでもあるし、うん、やっぱ今までこうねやりたかったことの一個集大成というか、はい、またこれからさらにこう一歩進んでいくためのミュージシャンとしてのやっぱ松下優也をちゃんと聴ける一枚だなっていうのがね、うん、すんごいわかるアルバムでなんですよ。うん そうですかいやまあでも本当にあのーこのミュージック『m u s i c o オーバードーズのアルバム自体も前の舞台『ゼアルカードショーっていう舞台やりながらずっと制作をしてましてあのまあね今回この自主レーベルっていうのでまあやってたのでまあそういう意味で本当に自由度っていうのはまあ前よりかはまああったかなっていうのもあるしまああの自分のやりたい音楽もだいぶ。 そののでできたっていうのもあるんですけど、まあ、自分がそれをできるぐらいにまたちょっと追いついてきたっていうのがあるからこそ、うん、まあできてることだと思うんですけどあの、まあ、舞台とかこうお芝居舞台とかっていうかまあお芝居、はい、やってるとなんかそっちはそっちで本当はすごいっていうか本当は素晴らしいことをやっていたりするのにどうしてもなんかあのー、ステレオタイプな感じの意見からすると、うん、すごいなんか。 ねうん、俳優さんみたいな,なんかそういう風に見られると音楽軽く思われるじゃないですか,、うん、かそれがすごい僕嫌っていうかもはやもそんな時代でもないし、うん、そんななんかねそれしかやっちゃいけないとかっていう時代でもそんな古臭い考えとかじゃないし、はい、なんかだから音楽はでもなめられたくないし、うん、俺も自分が表現したいってことをちゃんとやりたかったから本当に時間は少ない中だったんですけど本当にあの妥協せずに自分のなんか。 描きたい世界観だったりとか、うん、自分がいいと思うそのトラックの感じとかっていうのもまあまあ,あのいろいろ相談してあの、ね、作っていただいたりとかしてトラックに関しては、うん、で、まあ、作り込んだ作品なので、うん、本当にあの、まあ、やってたこれレコーディングとか制作してた時期は大変な時期ありましたけど、はい、できて作品としてできた今はもうすごいなんか嬉しいですね自分の作品としてこうやってちゃんと残って。うん まあ、とりあえず、だから、本当にいろんな人に聞いてもらいたい。い。っていうことですね。はい、今回の世界百十一カ国以上でも。はい